史を調べてみれば男目線のものばかり。しかしその裏側にはなでしこたちの歴史もあるのです。そんななでしこたちの生き様は私講談師神田蘭が事実3割思い込み6割嘘1割で面白おかしく語る恋する日本史。本日の演目はふみ。今日も最後まで聞いてちょうだいね。幕末動乱期、数多くの門下生を輩出したことで有名な松下村塾を開いた吉田松陰。そんな彼の妹で後に香取美和子と名乗るようになりますのが今日の主人公、ふみさんです。このふみさんは兄である松陰を心から尊敬し、松下村塾では女幹事として松陰を手伝い、塾生たちとも親交を深めておりました。そしてふみさんが15歳の時、松陰がその才能を高く買っ取りました塾生の草賀源瑞と結婚。まあ最初はね、兄の強い勧めがあったからというだけで、結婚にはあまり乗り気でなかった二人なんですが、結婚生活が始まりますと、あら不思議、いつの間にかお互いが惹かれ合い、幸せな生活を送るようになったのです。しかし結婚から2年後、松陰は処刑され、松陰の意志を引き継いだ源瑞も1864年、禁門の変の敗北により自害。ふみさんは22歳にして未亡人となってしまうんです。月日は流れまして、ふみさん41歳の時、姉である久がこの世を去ります。この久の夫で松陰の先生仲間だった人物である、香取元彦との再婚の話が舞い込んできます。しかし、19年も月日が流れていたとはいえ、源瑞への思いがまだ残っておりましたふみは、この再婚話を断るんですが、この再婚は松陰や源瑞の願いでもあると説得され、悩んだ末に再婚を了承します。そんなふみさんは再婚する際、亡き夫、源瑞からの手紙を持って嫁いだんだそうでございます。しかも、そんな手紙を再婚相手の元彦は、綺麗な巻物にしてあげたんだそうです。ふみさんと元彦との結婚は、いろんな人の思いを背負っての結婚だったんでしょうね。ああ、結婚って大変ね。